天敵教本部あそこは天敵教本部だし、そこほらすごい建物、あんな建物ばっかりやからね、ここね、この辺ほら、綺麗な建物ですよ、これ、これ天理教本部だよ天理教本通り、はい、こんなのです天理教なんか初めて来ましたわこの建物はね、周りをね、車が通るといっぱいこんなね、建物がいっぱい建ってんだけどね、こんなすごいね、これ天理教さんで一体何だろう、仏教か、ちょっと調べてみようかね天理教ってよく聞くんだけど市の名前が天理市になってるからねすごいよ あらすごいぞこれさっきはあの車で通ったとこどうやろう分からへんのこれこんなんですわすごいねこの建物もどうも木造みたいですよこれははその横を通ったんやなさっきなこれは見えてな正面から向こうの道の正面からなあの横を通ってんのよはいあのちょうど真ん中にもね車が通ったんちゃうかなあれちゃうかいやあのもう一回向こうやなもう一回向こうの方やねちょっと上かもしれないこら広いですねここはあ大広場になってます大広場にこれ大広場にこの屋根の形からこの4本の柱で持つかなってぐらいの感じのね貧弱さやけどね柱がね貧弱ですけどねこれで持つんやろかものすごく重そうやからねこれねはいこんなんで天理教本部まで来ましたけどねすごいございますね。ほら、天理教の本部の建物がどうなってんだ、これ。いや、奥にほら、奥にもう一個、いや、建物があるわ。あれ、ちょっとよく撮ってみよう。どうなんやろうね。すごいことになってんだけど。みんな中が出てきやんねんけど、あん中からよ。あそこの。あら、奥にいっぱい建物あんねよ。これ。なんか道が1個あるだけでも奥の方にもあるよ奥の方も1個2個3個これ大きいねまたでもえっどういうこと東川はどういうことこっちもなんかあんねんけどちょっとよくわからんねこりゃ同じような感じでなっていませんけどねいやいや、やっぱりこっちが本殿やな、こっちがな。こっちが本殿やわ。ここは何だろうな、こっちは。ああ、すごいね、これは。これは恐れ入りました、天理教さん。この日のさ。これね、天理大学、天理高校。まあ、いろんなのがありますね、これ、ね。この近くにね、で天理市役所で、ね、その辺にお寺さんがなんかあるんですね、お寺さんもこれこれお寺さんかね、これこれはちょっとね、この建物、すごい建物建物だらけじゃないですからね後からなんかで見てみましょうかね、どんなことになってるのかちょっとよくわからないね、これ
今日は天理をねちょっと取材して回ってるんだけど、あとね店ね取材しよう思うんだけど、みんな前見て見てあるんで、ね、あれいかんね、今度中ちょっと行って入ってみようかね、聞いてるよねちょっとね、どんな販売か、あの中から出てきたんだけど、なんだろうそこ、この中からね、これでっか出てきたんだけど、あの中で見てみましょう、なんか、何やろか、何やろか、今、周りのと15、16人しか見えないけど、ね、周りこの夢のことなんで、ああ中に入っていけんだよこれ。こっから見ると出てきやりますね。これ中からの。ああこの歩けるようになってんの中これこれ。こんななってんのかい。いやー失礼しました。中こんなんですよ、こんなこんなこんな。これ見たらもうお城でございますね、これ、ね、この柱見てください、これこの柱の本数はね、この本数すごいでしょう、ね、この柱の本数をすごいの見て、あれを見るとねもうあれ貧弱じゃないんだけど、あれね